2人のバンスカップ、そしてジョーンズのアレクサンダー・ジョーンズの技ありのシュートきまして、バスケットカウント11秒というところで、ファイティングイチ名古屋の川辺泰三ヘッドコーチが5球のタイムアウトを取りました。さあ今野、そして松崎、マッチアップ3番の松山、今日はさあ今度は浜高がインサイドアウト外へ、そしてうまく松崎、谷がパスを出す、渡辺、関西学院大学出身、そして谷のスリーポイントシュート決まった。2クォーターです。谷、そして中入った岸田敦貴のゴールです。松崎、今野がボールをもらって、もう一度松坂に返す、そして逆サイド、今野スリーポイントシュート入った。時計は前半第2クォーター終了1分13秒で止まっていますが、先ほどの左45度からの今野翔太選手のスリーポイントが作りに入る。浜高パス、谷が中入っていったところ、ファウルがありました。クォーターがありません。今マティアス・ピッチャー、西宮ヘッドコーチが映っていました。マニー選手のレイアップが決まって40対40と2点差になっています。さあバフショット、アレクサンダー・ジョーンズが決めています。がリバウンドを切って速攻、浜高が走って、そして松崎のシュートが決まりました。残り2秒、京原が打っていく、入ったー、宇田見田、京原紀明の